皆さんこんにちは。こんにちは。今週末はいよいよ有馬記念です、うん、24日ね。ということで、はい、24日ですよ。楽しみですね。今日は私高安直子と、私気象予報士斉藤芳生、2人の気象予報士で、はい、予想をしてみたいと。で、後ほどもう一人気象予報士入ってきますので ね、 そうですね、録画で入りますから、まあ、それも楽しみですね。はい、楽しみですけれども、まず有馬記念とはどういったレースなのか。要はですね、はい、野球で言えばオールスター戦、ファン投票で人気のある馬が順番に1位からこう選ばれて、まあ、その中ではまあ状況次第で出走できる馬が出てくるんですけど、まあ、結構だから人気のある馬が一斉に集結すると、まあ、簡単に言えば今年一番人気のあって強い馬を決めるレースですよね。夢の舞台ですね。まあ、イクイノックスっていう世界最強の馬が引退してしまったんですけども、ね、今年もイクイノックスがやっぱり強いだろうなと思ってたんですけど ね、 でもまあそれ以外の馬結構有名な馬みんな出てきましたから割と盛り上がると思いますね。そうですね。ちょっとあのイクイノックスが引退して予想が難しくなった感じがありますね。逆にね、イクイノックスのせいで G1 をちょっと勝てなかった馬みたいなのいっぱい出てきてるから、うん、どうなるか面白いと思いますね。楽しみですね。ちょっと早速私から予想お願いします。もう私はね、好きな馬とかを選んじゃう。師匠じゃないですよ。もう行きますよ。こちらです。じゃん。ちょっとかなり思い切っちゃいました。はい、本命タイトルホルダー、うん、私昨年もタイトルホルダー本命だったので。そう、去年ね、覚えてるんですよ。僕イクイノックスの本命で、ね、私勝ちましたね。そうですね。でもあんまり自慢できないな。勝って当たり前。いや、もうまた会話しつこいなと思われてるかもしれませんが、今回はもうかなり悩みました、うん、でもやっぱり好きなのと、まあ、あとは2点、1点目が昨年そして一昨年とタイトルホルダー勝てなかったわけですけれども、寒波がね来ていて北風が強かったんですよ。北寄りの風が強いと最後の直線向かい風になって、逃げ馬は厳しいということで、その通りの結果になっちゃったんですけど、今年はねちょっと冬型緩みそうですよね。多分ね、あの去年ほど風は強くないですよね。ただやっぱりね、北風多少は吹きますよ。ここ微妙ですね。結構ね、昨年一昨年と本当に寒波が襲来していて強かったですよ、北風。その時はね、やっぱり差し馬が強いですけど、過去の風向きの傾向とかも見るとそんなにね、風が強くない年は逃げ馬、先行馬も、うん、分かる分かる。ここは微妙なところチャンスがあるので、うん、僕は強くないけどそこそこ吹くというふうに考えてるんだけど、これをどう捉えるかですね。私はあの昨年一昨年ほどは強くないということでね、本命にしました。まあ、あとはやっぱりラストランということで。あ、そうか、これで引退だ。そうですよ、ね。まあ、タイトルホルダーね、しばらく不調が続いていて、でも G1 見つかってるからね。そうですよ、ね、やっぱりね、賢い馬だと思うので、ちょっとこう力をセーブしてたところがあったと思うんです。ただまあラストランってこと、タイトルホルダー本人も本場も分かってると思うので、まあこれ勝ったらすごい盛り上がるよね。そうですね。ということでタイトルホルダー、まあまあ、あとはねちょっと強い馬を選んでますけれども、はい、ドリュースもね、前のダビーだからね、はい、ライラックって何ですかそれ。ライラック、ライラック、穴です、穴。大丈夫ですかそれ、ね、人気投票で上がってきた馬ですけれども、これちょっと考えられないんだけど大丈夫ですか。今ね、ライラックは状態がいい、いい状態ですから、いい、まあまあまあ、ライラックがいい状態で有馬を勝てるのかというのはありますけれども、うん、まあ、あの可愛くて好きなので、可愛い穴馬に入れちゃいました。さすがです。ということでいいじゃないですか、好きだ、可愛くて。ただね、タイトルホルダーかなり私的に勝負しましたし、まあ、枠がこの撮影現在では出てないんですけど、うん、内枠ならだいぶいいんじゃないかということで、ね、本命にしました。コース適性あるからね、はい。まあ、ただやっぱりね、挑戦したので買い目としてはタイトルホルダーとジャスティンパレス2頭を軸にするかなという感じですね。なるほど、なるほど。はい、ということでギャンブラーですね。会社一のギャンブラーですかね。私の予想はこちらです。はい、じゃ続いてなんですけれども、はい、斉藤さんの予想に行く前に、高知の東さんから、彼も好きだよ、ね、てますからね。彼も会社2番目のギャンブラーね。あ、そうなんですね、うん、どの馬が本命なのでしょうか。では東さん、よろしくお願いします。
こんにちは、ウェザーマップ所属の気象予報士東とわです。僕もですね、競馬好きの気象予報士として競馬歴4年ちょっとくらいですが、まだまだ詳しくないんですけれども、今回有馬記念の予想をしてみましたので発表させてください。早速ですが、僕の本命はタイトルホルダーです。理由はですね、2つあります。1つ目、まずは夢ですね。宝塚記念や有馬記念はファン投票によって走る馬が選出されます。まあ、いわば夢が走るレースですよね。あなたの夢は何ですかと今回聞かれたら、私の夢はタイトルホルダーですと答えると思います。長距離馬で逃げ馬、ちょっとかっこいいなって思ってとても応援してるんですよね。2つ目はですね、ちょっとジンクスのようなものなんですけど、有馬記念×ラスト×全盛期を過ぎた馬イコール復活 V、 この方程式が成り立つのではないかと考えています。タイトルホルダーはですね、このレースを最後に引退をします。そして最後に G1 を勝ったのが1年半前の宝塚記念でした。怪我も抱えた時期もありましたし、もう全盛期を過ぎたと言われても仕方がないと、ね、かもしれないんですけれども、タイトルホルダーのような似たような境遇で有馬記念ラストランで復活の勝利を遂げた馬いますよね。それをちょっと思い出しました。1投目はですね、1990年、怪物の優秀の美、オグリキャップです。オグリはもう終わったと世間からは言われていました。4番人気で挑んだ有馬記念、数々の伝説を作りましたが、やはり勝てないだろうということで人気も4番人気でしたが、武豊ジョッキーが乗って最後の最後にまたしても伝説を作り上げた優秀の美、まさに怪物だったというようなレースでしたね。もう一頭はですね、1993年、奇跡の復活劇、東海帝王です。こちらもですね、前年の有馬記念で大敗、11着でしたね。そこから怪我を抱え復帰したのがちょうど1年後、またしても有馬記念でした。この馬も4番人気でしたよね。評価は低い中だったとは思いますが、1年ぶりのレースでまさに奇跡の復活劇を遂げた馬ということでですね、やはり有馬記念となるとドラマが、数々のドラマがありますが、有馬記念とラストラン、そして全盛期を過ぎた名馬というのは必ず何かを起こしてくれるのではないか、そして今年はそれがタイトルホルダーに当たるのではないかと考えています。最後に改名なんですけれども、僕は3連単しか買わないです。3連単です。夢はタイトルホルダーなんですけれども、当てに行くとなるとスターズオンアースは外せないですね。前走ジャパンカップでは最も不利な外枠からですね、最も有利、最強枠と言われる1枠のリバティアイランド、イクイノックスですね、この2頭に次いでの3着、そして今回は共に G1 2勝を挙げたルメールジョッキに戻るということで、かなり期待ができるのではないかと考えています。相手はですね、今年のダービー馬タスティエーラ、そして凱旋門賞エースインパクトと戦い心身ともに成長したスルーセブンシーズ、そして武豊ジョッキーがベタボレしている去年のダービー馬トーデュース、この3頭を相手に3連単買っていこうと思っています。いやー、ちょっと待って、タイトルホルダーかぶってるじゃないですか。これタイトルホルダーでかぶることあります？今年はなかなかない。いや、だから彼もギャンブラーですよ。ギャンブラー同士かぶっちゃった。あとね、割とあの彼の話聞いてるとね、割とロマンを語るんだよね。
でタイトルフードは結構勝ったらロマンじゃん。ロマンですね。でこうあの昔の馬のこともね結構ロマンでいろいろ語るから、あ好きなんだよ結構ね。自分の生まれてない時の時代の馬のことまで語ってるから相当研究してるよ。そうですよね。いやびっくりしました。私まさかタイトルフォードはかなり尖ったつもりだったんで、尖った人が2人集まってしまった、うん、ということです ね。ちょっと僕が尖らないようにしないといけないくなってくるさあではいよいよ斉藤さんの予想を教えてください、はい、ありがとうございます。まずですね状況的にこちら、はい、スタンド前に2度の向かい風、まあ、これ中山競馬の特徴ですよね。で割と冬は北風系なのでどうしてもこうなると。で先ほど、はい、あまり強くないんではないかと高安さんの予想でした、はい、確かにそんなに強くないんですけど今あのデータいろいろ研究してるとね北北西の風ですね。で中山競馬場って直線がこう南北になってるんでどうしても2度向かい風を受けてしまうと。だからやっぱり中段待機の馬の方がいいと思うんですよね。ということで一応まあなんじゃかんじゃでやっぱり風に影響されない中段で待機できる馬、まあこれがいいんじゃないかなというふうにまず考えました。はい。でその次なんですけどね、これですよ。寒波、めっちゃ寒いですね。この間までと打って変わって異様に寒い。でこれちょっとごめん、トレーニングセンター、美穂トレセンと立東トレセンってあの関東馬関西馬が調教しているところの気温データを見てみたんですけど、はい、最低気温これ急激に下がってます。本当急にですね、うん、だこれはね馬にとっては相当調子が変わってしまうと思いますね。でこの下がり方だとやっぱりね寒さに負けない疲労度の少ない絶対これがいいと思います。もうちょっと疲れてるとここで寒さが来たらきついですね。でじゃあどこが疲れてるかどうかって見分けなんですけど、やっぱり秋2戦目ぐらいがいいんですよ。あこの秋3回走るとね結構大変なんで、だからやっぱりこの秋2戦目しかも前走から2ヶ月空いてると疲労がきっちり抜けてるんです。そうすると割と寒くても大丈夫かなと。でこの条件にまあ当てはまるものと言っても見るとだいたいもうこの2頭に絞り込まれる。ダスティンラとジャスティンパレス、まあ、ジャスティンパレス一緒ですね。はい。でもダスティエラは、うん、まあ一応ダービー馬ですから。はい、そうですね、うん、ちょっとここから入りたい。まあ多分あのルメールさんのスターズオンアースが一番人気だと思うんですけど、そうですね、お互いにスターズオンアースを上げていないというもう一回ちょっと見せてください。上げてないんですよ。上げてないです。もう私はタイトルホルダーとジャスティンパレス2人とも一番人気を上げていないという。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。その条件でいくとスターズオンアースは一応買いますけど。買いますけどちょっとあの3連単の下の方で買いますけど。やっぱり今の条件に当てはまるのはやっぱりね、頭はこの2頭の持ちかなと思います。はい、どうなるんでしょう ね。楽しみですね。いや結構風がどれくらい、北風がどれくらい強くなるのか、北北西風が、まあ、4,5 メートルで済むのか 7,8 メートルになるのかこの辺が分かれ目だと思いますね。この辺結構ねあの私と斉藤さんの勝負の行方にも関わってきそうですね。で結局どっちも来なくてスターズオースが来たりして、それはもう十分にありえますねなんて言ったっても人気ですから ね、はい、まあ、一番人気が偏ったらまあしょうがないということで。いやもうとにかくでも寒いのは寒いですからね、まあ、これは間違いないです。そうですね、寒波ですね、はい、人馬ともに見てる方も体調は気をつけて。そうですね、あったかくしてみないとね風邪ひいちゃいますからね競馬場で。いやそれにしても楽しみですね、はい皆さんここまでお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。有馬記念一緒に楽しみましょう。